超人女子戦士ガリベンガー V、 癒しの放課後トークだ。授業終わったー。お疲れ様でした。天皇少女シロとサントリーノマト北上双葉です。今回のテーマはガラパゴス諸島でした。今回の授業で印象に残ったところ思いついた方はどうぞ。先生のお召し物が素敵でしたね。何ですかこれ。すごい。あ、これダーウィン。はい、そうですね。はい、ちょっとずつさ脱いでいこうとしていたっていうのが可愛らしかったですね。ねえ、いや、あの独自の進化をあのガラパスが、ガラパゴス諸島ではね、噛んでしまいましたけれども、ね、進化を遂げているということで非常に興味深かったですけれども、確かに、ね、あの亀さんのお首があんなに伸びるなんて思ってもいませんでした、ね、めっちゃ長かった、ね、びっくりしました。でもなんか双葉ちゃんとかさ、食べ物に興味のある白とかも、高いところにさ食べ物があったら確かに首伸ばすレベルで食べるよね。シロちゃんと双葉そのうちキリンになっちゃうかもしれない。徐々に共感がカメさんになる一コマがあったけど、双葉ちゃんあれはどうでしたか。あ、ガブガブですね。、はい、だんだんこの高さが上がってきます、はい、この辺に来ると、あ、あの手は地面に。頭も相まってめちゃくちゃカメに似てたなって思って、ね、本物かと思いましたね。似てたよね。可愛かった。美術さんが作られたのかなってぐらい、え、共感とサイズ感も色味もぴったりで、あれ持ってたら眠くなったらコロリンってさ、青うちになったらさ、ふかふかだよね。起きられなくなっちゃいました。確かに切られないでジタバタしてる教官きっと可愛いだろうね。そうですね。おかしい、なんて日だって。確かに。ということで名残惜しいんですがお時間になりました。それではまたね。YouTube のコメントで、はい、一言一句このままケツまでいただけると助かります、はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。僕も毎日動画がアップされるのが本当に楽しみで、ガリベンガー V の YouTube 動画を見るのが毎日の生きがいになっています。皆様、僕からのお願いです。どうか高評価ボタンをクリックしてくれませんか。そしてチャンネル登録がまだの方はこの画面の右下にある僕の顔のアイコンを押して一緒に感動を分かち合いませんか。これからも超人女子戦士ガリベンガー V をよろしくお願いいたします。はい、完璧です。はい、ありがとうございました。いいっすか。これもバッチしていただきました。